自由診療向上のポイント、極意をお伝えします。自由診療向上のポイント、極意を考えるときに非常に大事な、質問がありますので、先生あなたにします。先生の歯科医院で働いている衛生士さんは、実は、ちょっと虫歯になってですね、右下4番虫歯になって他の歯科医院で、治療を受けることになりました。その時に、パラの飲料を選びますか、セラミックの飲料を選びますかということなんですね。どう思いますか先生。多くの先生がですね、セラミックの飲料を選ぶというふうに答えられます。もう一つ質問があります。先生の歯科医院で働いたばかり2ヶ月の新人の、歯科助手さんが、実は右下4番が、C2 になって、他の歯科医院でですね、飲料の治療をするときにパラの飲料を選びますか、セラミックの飲料を選びますかっていう質問なんですね。で、多くの先生に聞くとですね、まあ、2ヶ月の歯科助手だったらパラの飲料を選ぶだろう、価格の差もあるしねっていうふうにお答えされます。これ何が違うんでしょうか。歯科衛生士はセラミックを選んで、歯科助手はパラの飲料を選ぶ、これはですね、実はデンタル IQ の違いっていうふうに言うことができます。デンタル IQ が高いとですね、パラを選ばずセラミック飲料を選ぶっていうことなんです。歯科助手、歯科衛生士に給料の差ってほとんどないわけですよ。だからパラを選ぶ、セラミックを選ぶっていう金額の差ではなく、デンタル IQ の差だっていうことがわかります。でこれ、歯科助手さん、2ヶ月の歯科助手さんというのは何かというと、先生の地域に住んでいる彼女なので、実は先生の地域の患者さんと同じなんです。先生の地域の患者さんはデンタル IQ が高くないからパラ飲料を選ぶんです。お金の問題じゃないっていうことに、本質に気がつくわけなんです。ということは一つの、回答が出ます。自費診療を向上させたかったら、患者さんのデンタル IQ を衛生士ぐらいにする、つまり患者のデンタル IQ の衛生士化っていうのを行うことによって、患者さんはですね、パラを選ばなくなる、つまり保険診療を選ばずにより選択できて長期的に安定する自由診療を選ぶようになるっていうことなんです。じゃあ患者のデンタル IQ を衛生士化したらいいんだっていうことが分かった時に、必要なこと、考え方は何かっていうと、患者教育っていうことが必要になるっていうことなんですね。だから、ぜひ患者教育をしていただきたいと思うんです。先生の歯科医院に、来院した患者さんが1時間1時間半後に、院を出ていきます。じゃだったら来る前と来た後と比べると、少しでもちょっとでもデンタル IQ が上がってる状況を患者教育でしてしまうということなんです。それをずっとやるとですね、患者さんのデンタル IQ というのはぐんと上がってですね、保険診療を選ばず自費診療を選ぶ患者さんが増えるということなんですよね。例えば1日30人の患者さんを先生のところが見てるとしたら、1日30回ですね、患者さんのデンタル IQ を上げるチャンス、患者教育をするチャンスがあるっていうふうに先生が捉える、あるいは先生の歯科医院のスタッフが捉えると、すごく物が変わってきます。患者さんに話す話し方、どんな話をするのかっていうのが変わってくるので、みんな先生の地域の患者さんは、デンタル IQ が上がってくるわけなんですね。でそういうのを半年も1年も続けると、あっという間にですね、デンタル IQ の高い、地域が出来上がるということなんです。ですのでぜひね、患者教育をしてデンタル IQ の衛生士化、まあ黒飛びの作った造語なんですが、をしていっていただく、それを院内で共有してみんなで取り組むということをすれば、保険を選ぶ、デメリットがある保険を選ぶ人っていうのが少なくなるっていうのが本質だっていうことなんですね。とは言いながら、なかなかですね、患者教育をそんな1日30人もできないよっていうことで、その解決策が、デントランスでお勧めしている、説明動画っていうことなんですね。説明動画は何かっていうと、例えばインプラントっていうのを先生が出演してこういった5分ぐらいの動画を見せてしまうっていうことなんです。インプラントっていうのはこういうもの、定期検診のおすすめの動画っていうのはこういうもので、定期検診を中断されるとデメリットがありますよっていうことを伝えるということなんですね。そういったのをスタッフがやっていると大変なんです。人件費もかかって、でも動画だったらずっと半永久的に見せればいいだけなので、そういった動画を作ることによって、見せることによって患者教育ができてですね、デンタル IQ の衛生士化をすればですね、患者さんがデンタル IQ が衛生士ぐらいだったらですね、皆さんデメリットのある治療法を選ばないっていうことなんです。お金の問題じゃなくなるっていうことなんです。ぜひね、今日お伝えした、デンタル IQ の衛生士化、そしてそのために患者教育が必要だ、それを簡単に説明動画っていうのに取り組んでいただければと思います。